対決まで両チーム同時に打っていきました。それほど遠くには飛んではいません。両チームです。赤の方が少し遠くにボールが広がったでしょうか。さあ決勝戦、勝った方が優勝です。優勝という栄冠をつかむのはどちらのチームか、一ノ関高専か熊本高専八代キャンパスか。それでは最後の戦い、決勝戦を始めてまいりましょう。スタート、5秒前。両チームとも同じタイムでした。よって再試合を行います。